はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。アンチロミーです。行くぞ、ユーサー。今回は、タクチーナスデッキ、ご紹介していきましょう。はい。本日なんですが、さすがにね、新規実装されて、使わざるを得ない、テックチーナスデッキ。テックチーナスはですね、新規カードがバカほど、追加されているんですが、本当に強いモンスターがいくつかいましてですね、まずね、ロケットサラマンダー。レベル1の炎属性モンスターで、TG をリリースするとデッキから TG 出せるっていうめっちゃ強い効果。これでなんかサーペント、出してきたりとか、あとあのラーバー出してきて、シンクロしたりとかっていう動きを、することができるので、これめちゃくちゃ強いです。ロケットサラマンダーは。で、ロケットサラマンダーと、相性がいい。これが、相性がいいデッキ、のパーツ。これが、ディアベルサーなんですよね。ディアベルサーは、この財宝、現在法スネークアイっていうカードで、一応レベル1の、炎属性レベル1モンスター特殊召喚できるよっていう効果あるんですけども、これで、今回一応ね、エクセル入ってました。エクセル特殊召喚から、エクセル効果でサラマンダー持ってくると、レベル1、2体並ぶんですよね。で、しかもサラマンダーが一応何にでもなれるっていうことで、5シンクロしたりとか2シンクロしたりとかができるんですよ。だからこのね、ディアベルスターギミックから入った時のパワーがかなり高くて、TG って。結局ね、TG のエンジンってね、2シンクロは5シンクロなんですよ。5シンクロだったらこのテックジーナスオーバードラグナーっていうモンスターでこれシンクロ召喚成功すると自分の墓地からテックジーナスモンスターをソウルチャージするっていう好きなだけ出していいよみたいなその代わり TG 縛り入るよみたいな効果あって、オーバードラグナーの5シンクロがなんかエンジンになったりとか、あとこのマイティストライカーっていうね、このモンスターが一応チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れて、エクセルと例えばラーバーとかで出せるんだけど、こいつがテックジーナスマホトラップカードを手札に加えるっていう効果あって、で、一応アクセルシンクロ効果もあるんだけど、でこれでね、このオールクリアとか、これじゃねえ、オールクリア、こっちか、テクチナスオールクリアとか、あとこの、ブレイクリミッターみたいなカードをサーチできるんですよ。ブレイクリミッターはなんかあれですね、サイバレットマイニングみたいな感じ、2枚サーチできるサイバレットマイニングみたいな感じで、テックジーナス限定の、これめちゃくちゃ強いですよね、うらら重いですけど。と、あと、オールクリアも、なんでもテックジーナスモンスターサーチできて、しかも召喚権増えるということで、展開量がかなりね、確保で一応できるかなというところで、マイティストライカーからの動きも、今回はちなみにマイティストライカーからの動きをメインにしてますね。はい。一応ですね、最終盤面どうなるかっていう話なんですけども、テックジーナスデッキ。ですね、グレイブブラスターは大体出ます。グレイブブラスターは出る。で、じゃあグレイブブラスターと何が出るかって話なんですけども、ね、やっぱ結局これなんよね。これなんだよね、赤き竜で、赤き竜出して、じゃあ赤き竜の後何出るかっていう話なんだけど、結局ね、12シンクロが横にいる場合、赤き竜で出すのってこれしかないんだよなこれジャックから仮パックしてきたカードなんだけど、これを出していくのが基本ですね、テックジーナスは。もちろんね、レベル12シンクロであれば何でも出ます。赤き竜、から出てくるんで、例えば、カラミティじゃなくてコズミッククエサー、あ、コズミッククエサーじゃない、コズミックブレイザードラゴンとか、あとシューティングクエーサーとか、12シンクロとかだったら何でも出ると思うし、アクセルシンクロ効果もあるからね、スターガーディアンもマイティストライカーもどっちもメインフェーズ中だったら相手のターンでシンクロできるっていう効果あるから、これでシンクロ召喚していくこともできるんですよ。だから何出してもいいんですけど、結局出したら勝てるカードって、これやから出したら勝てるカード出した方がいいよねということで、今回これが入ってます。はい、ということでね、このカードをもう使い倒して早く禁止になってくんねえかなと思ってますが、やっていきましょう。はい、行くぞ、ユーセン。ユーセン、君は僕の希望だ。アクセルシンクロ、光をも超える。光を超え、未来を切り開くんだ。行け、ユーセン。レベル1でね、強い、モンスター、レベル1の炎族で強いモンスターっていっぱいいるんだけどさ、結局サラマンダーなんだよね。ゾウジーもぶん投げるわ。で、これで、ディアベルスターを特殊召喚。父でかで、ディアベルスターの効果、これで一応ね、何サラマンダーっていうモンスター、これデッキから出してくれますんでね。で、現在保護スネークアイの効果発動で、ここで一応打ってほしかったんだけど、なんかうららとか、無限保養とかあればなんかなかったんだよなって。で、スネークアイエクセル効果、で出して、でエクセル効果、レベル1の炎属性モンスター、加えられますんで、これでクリカラ天道とかもね、加えられます。で、テックジーナス、ロケットサラマンダーを召喚。いくぞ、ユーサー。テックジーナス、ロケットサラマンダーの効果発動。自身もリリースし、デッキより。テックジーナス、タンクアーマーを特殊召喚。レベル1の
エクセルに。エクセルって誰？レベル1のタンクラバーチューニング新規の召喚現れよ。テクチューナスマイティストライカー効果発動。テクチューナスマイティストライカーはデッキよりテクチューナス魔法トラップカードを手札に加えることができる。ちなみにあの一応ね、あの今アンチノミのモノマネしてるんですけど、あのまあまあ似てると、視聴者から言われていますが、皆さん、どうでしょうか。あ、似てない、黙れ、ふざけるななどの、暴言、募集しております。で、テクチーナスオールクリアの効果、オールクリアゴー。テクチーナスサラマン、スクリューサーペント、マイティストライカーの効果。マイティストライカーはね、墓地にあのテクチーナスカードを、ね、叩き落とすという効果ありまして、これ結構強いですよ。でタクチューナススクルーサーペント攻撃表示でオールクリアの効果で召喚、オールクリア召喚が1回増えます。でタクチューナススクルーサーペントの効果発動。自分のもちろん、あ、ちなみにトライデントランチャーとかもね使うねルートあるんですけど、ちょっとあんまよく分かってなくて俺、今回 トライデントランチャーを使わないルートで今やっております。はい。でタクチューナスオーバードラグナーを特殊召喚。これあれソウルチャージです。いやなんか信号召喚に成功したらなんか自分の墓地から好きなだけテックチーナス出していいよって書いてあるんですよね。やばくないこれ。やってることイカれてる。これイカれてるやろ。これもうなんかやけくそ強化すぎないか。まあ、ちなみにこの強化の方法なんだけど、これ発動後テックチーナスしか出せないっていうあの縛りが入りますので、まあ、一応ギリギリセーフかなみたいな、まあ、アウトなんだけど。でテックチーナストークンとサーペントでゴー新規の召喚カモン。テックチーナスハイパーライブラリアン。タクチューナスロケットサラマンダーの効果。機械族モンスターが存在するため自分の墓地よりタクチューナスサーペント特殊召喚。レベル1のタクチューナスサラマンダーにロケットサラマンダーにレベル4のタクチューナススクルーサーペントをチューニング。新規の召喚。僕自身を新規の召喚する。リミッター解放レベル5ゴー新規の召喚カモン。タクチューナススターガーディアン。スターガーディアンの効果。自分の墓地よりタクチューナススクルーサーペントを回収。これちなみにアンチノミー君進化召喚するとき必ず横文字が入りまして、あ、ちなみにこれねライブラリアンの効果で3枚ドローついてくるんで、この展開めちゃめちゃ強いです。で出すだけオーバードラグナー、こちらオーバードラグナーのね効果はさすがに名称として退治してるんで、まあ、これは出てくるだけ。タクチューナスオーバードラグナー、さらにワンドロー、そしてレベル5のテクチューナスオーバードラグナーとテクチューナスオーバードラグナーにレベル2のテクチューナスマイティストライカーをチューニング。リミッター解放レベルマックス。レギュレーターオープン。ナビゲーションオールクリア。次元を打ち破る無限の力、光を超え未来を切り開く。ゴーデルタアクセルカモン。テクチューナスグレイブラスト。かっけーマジでクソかっけー。テクチューナスグレイブラスターの効果。タクチューナススターガーディアンをゲームから除外し、ゲームから除外された場合タクチューナスグレイブラスターと自分の場所のタクチューナスクローズの効果。クローズは再セットでき、そしてタクチューナスグレイブラスターはシンクロモンスターが除外された場合そのうちの一体を自分のフィールド上に特殊召喚できる。再び蘇れ僕自身。特殊召喚されるのは僕だ。これどうしたんだっけ。あれちょっと待って、どうしたんだっけこれ。リミッター解放レベル10メインバスブースターコントロールオールクリア。無限の力今ここに解き放ち、次元の体へ突き進め。ゴーアクセルシックロカモン。タクチューナスブレードガンナー。かっこよくない。ブレードガンナーちゃんと出るんだ一応一応な。これさワンフォーワンとか使ったらさ、なんかもうちょっと貫通できるんで、なんかその誘発が打たれても一応なんかその展開できる時はあるね。はい。でタクチューナスブレードガンナーの効果。自分の墓地からタクチューナスマイティストライカーをゲームから除外し、自身を、次のスタンバイフェーズまで除外、まあ、次のスタンバイフェーズすぐなんだけど。でタクチューナスグレイブラスターの効果。シンクロモンスターが除外された場合タクチューナスマイティストライカーを特殊召喚でき、さらにスタンバイフェーズ、ああこれちょっと黙れ、黙れ、スタンバイフェーズ、タクチューナスブレードガンナーは特殊召喚。ふぃーん。まあ何がしたいかというと、まあここでレベル12が揃ってる時点でお察しと、いった感じなんですが、あスモールワールドいいでしょう。タクチューナスマイティストライカーの効果発動。タクチューナスマイティストライカーは相手の
メインフェーズ中に一度アクセルシンクロをすることができる。行くぞユース、力を借りるぞユース。テーン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 テッテレッテ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 ーンテーンテーン。レボリューションシンクロ強くない？テー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 。これあの実況放棄してるって言われるの俺やばい。ちょっと待って、はいどうぞ。これで、ですね、マイティストライカーの効果を、使いまして、デッキから TG カードを、墓地に叩き落とすという効果がありまして、ドロール&ロッキング、ドローリング、アンディング、ロッキング、バーディングも発動。相手が手札にカードを加えたため、これ、墓穴を一回ぶち込まれて、あ、ない。あ、そう。終わりだよ、じゃあ。終わりです。マイティストライカーの効果。テクジナスブレイクリミッターを墓地送って、で、さらに赤き竜の効果。レベル12対象取ってレベル12シンクロモンスターをシンクロ召喚使いで出す。さようならさようなら優勢、これが未来を切り開く力。アクセルシンクロは光をも超える。光を超え未来を切り開くんだって言いながらレッドデーモン絡みて出したのやば。あちらに一応ここへの妨害はテックチラスクローズがあるんで無効にできます。赤木竜への無効系妨害はね終わりじゃない。未来を切り開くなって言いながらさ、レッドデーモンカラビに出したら終わりだろ。マジでさ、このカード禁止しろ。ゲームになってないんだよな。いや、ハンド、キモ。ゾンビは笑った。さすがにゾンビは動けんな、まあ、ブレイクリッターやっぱ結局さ、なんかさ相手のうららとかめっちゃ重いしあれなんだよね。何ディスコードの音うるさ。ジャンクシンクロ何、ジャンクコンバーター何、やべえレベル5、これもしかしてあれかスピーダーか。1ミリも誘発ケアしないスピーダー来た。これやっべなもね優勢まずいと優勢やめろ優勢、そんなことしてはいけない。マジテックチューナスオーバードラグナーよりよっぽどこいつの方が強いよな。デッキから5体出してきてるのさすがにさ、こいつは強いでしょ。ホイールシンクロやばい、ちゃんと新規使ってんの偉てか、なんであれなんだ、あのニトロシンクロいいんだ、ちょわからんけど、ニトロシンクロって、じゃあフルールシンクロか。やばいわこれ、ちょっと待ってくれユウセ、ちょっと一回落ち着いてくれ、一回落ち着こう。パワーツールドラゴン、ちょっとさ、シンクロン系のデッキってさ、展開人によってかなり異なるから、まあスピーダーまでのあのルートは結構いろいろあるし、あなんかね、あの誘発ケアとかあるんだけどさ、なんか結局こっからなんだよね、なんか分岐するのは。これ何、これフルールド、フルールとかいうなんかよくわからないカードサーチしてるぞ。で高麗する奇跡、あこれあれか、思い集いし竜入ってるパターンか。思いつどいしりちょっとね、邪魔すぎてね、俺はこれない方が好きなんだけど、まあ、やっぱでもかっこいいよね、思いつどいしりが入ってる構築の方がなんかちょっとかっこいい気はする。イケメンが出てきがち。パワーツールでブラックフェザー、ブラックフェザーあんま見ないね、ブラックフェザーで高麗する奇跡の効果、1枚ドローして、で手札からチューナーを特殊召喚していく。思いつどいしりがドローされた場合出てきて、はい、思いが集っていく感じね。なるほど。で、ラルバウール。あー、はいはい、なるほど。ラルバウールの効果で対象にとって、なんか、手札1枚捨てると、なんかチャージできるんだっけ。あー、強い。なるほど。ドッペルウォーリアー、やばいな。こっからどんだけ展開される。さあ、ここで、ラルバウールからの、ガーデンローズメイゼン。やばいやばい。ガーデンローズメイデンの効果、ブラックガーデンを手札に加える、いいでしょう。はい、ロイヤル、いいね。ロイヤリング加工アンドサラスシンクロの効果、自分のフィニッシュのモンスターリリースして、自分を墓地から特殊召喚。てかホイールシンクロなんかリリースされただけなんだけど、でああそういうことか、なるほど。で、ドッペルウォーリアが特殊召喚される、強すぎ。でこれトレイル発動しないんやな、この展開。なるほど、なんでブラックフェザー ドラゴンなのかはちょっとよくわかんないけど。さあ、ここで8、9、10、11、あー、シューティングセイバースター、かっこいい、
かっこいい。こいつはちなみにあのなんか無効効果持ってますね。はい、何でも効果無効にする効果持ってます。でドッペルトークンが2体生まれて攻撃表示で出てくると、はい、でドッペルウォーリアーで、ソファヤ出して、あーなるほど、スタダと、トークンでソファヤ出し、ジェットシンクロン効果蘇生、なるほどなるほどなるほど。あ、ここで2シンクロフォーミュラーかなんか出すのかな。そうすると552になるね多分。あ、そういうことか、なるほど。で結局なんか552なんだよね。あー天輪の創生度強いな。で天輪の効果で自分の墓地からレベル2のチューナー、じゃあレベル2モンスターか、レベル2モンスターを蘇生、はい、まあ、こいつもソウルチャージみたいなことですね。でブラックガーデン、なるほど、ブラガーで、これでトークンが出て、トークンがなんか、を破壊してか、でブラックガーデンの効果が発動される。あ、そこで赤切りもったいな、何その出し方。そう、デルタアクセルシンクロしろよ、クソもったいないやん。赤切りの出し方おかしくない。ドッペルボーリア、はい、マジでわからんな、何が したいんだこいつそこデルタアクセルちゃうんか、そこコズミッククエーサーとかでよくない。アクセルシンクロン、なるほど、はい。でドッペルウォーリア効果、あトークン、あそれ耐えちゃいんだっけ、そうか、なるほど。でアクセルシンクロンの効果、えさらにレベル操作をしていく、スタダロンを落とす、え、あ1、なるほど、はい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 、へえ、3リンネの三毛猫、いやマジで知らん、マジで知らん展開してるわこいつ、何がしたいんだガチで知らん展開してる。あソファやね、あーなるほど、ソファや新武将が成功したらアサルトピラクザを特殊化、あそうかそうか、ソファやでソファやを蘇生ね。でジャンクコンバーターの効果が発動されて、え自分の墓地のチューナーを特殊化、あ強い、ここで552ね、なるほど、もう一回552できるのこれすご、はい、ソファやソファや天輪ってことか、天輪はさすがに単一新武将が成功した時これで552 12シンクログレイブブラスター、僕だ、僕じゃんおいそれ俺のカードやぞ、僕じゃん僕。テクチラスグレイブブラスターを、対象にとってレベル12のシンクロモンスターを出していく、スカーレットスーパードバードラゴン強っ、ジャックの魂、すげえ、これ優勢の魂、ジャックの魂、僕の魂が、僕だの魂が、ちょっと待ってこれやばいな、めっちゃかっこいいやんこの盤面。アサルトブラックメザー、サミダルのソファイの 効果で自分を特殊召喚、自分以外か、自分以外の、アサルトブラックメザーサミダルのソファイを特殊召喚、なるほど、ソファイどんだけ出てくる、え、あガーデンローズメイダーちゃん、リンネの三毛猫か、リンネの三毛猫を特殊召喚、なるほど、あそうか、シンクロモンスター戻したら特殊召喚できるんで効果あったね。でからの、えキリュウ、キリュウの魂、え、すごいこのデッキすごっ、なんかチーム 5Ds の絆みたいな盤面になってんだけど、すげえなこれ、チーム 5Ds の絆って草、おもろー。でブラッドローズ、アクチャの魂じゃんこれ、すげえかっこいい。あでガーデンローズメイテンの効果、ドラゴン族モンスターを特殊召喚できると、めちゃくちゃすげえ、なるほど、やばいな、そういうことか、おもろ、すごいね、なるほどね、これはすごいわ、これが、僕の魂、優勢の魂で、ジャックの魂で、アキちゃんの魂、ハーモニカの魂と、ハーモニカの魂強えな、普通に魔法トラップカードも殺されるわ、終わったてかそれはそれとして俺のハンド弱すぎんか、なんだこのハンドゴミすぎるだろこれ、何ができんねんこれ、このハンドやっべえこと起きてる、はい、すいませんでした、すいませんでしたねえ、いやこんだけさ、なんかロマンが溢れる盤面って結構強いのすごいな、いやでもいいデッキ見れたわ。
これ地獄みたいなことしていい、テックジュナスギアゾンビ召喚してテックジュナスギアゾンビ特殊召喚ターンエンドっていうことなんだけど何これ、チューナーチューナーは何もできんよ、チューナーチューナーはね、あの何にチューニングするモンスターがいないと、ユースどうなっているんだ、ユースチューニングができないと、ユースチューナーモンスター2体でどうしたらいいんだ、未来を超えることはできない、光を超えられない、どうしたらいい、いやでもこれかっこいいな、めちゃくちゃそのいい展開見れましたわ、非常にありがとうございました。出たー